じゃあ、速報です、大谷選手肘の靭帯損傷ということで今季の登板が、絶望的になりました。今日ですねダブルヘッダーの第1試合に投げて、まあ、1イニングは完了したんですけども2イニング目に入った時にちょっと肘の違和感と腕のだるさを、訴えて、まあ、その後降板したということなんですけども、まあ、その試合では44号ホームラン、これは打ってます。左投手から素晴らしいライトへのライナーの、まあ、ホームランでしたけども、まあ、心配なのは、まあ、肘の損傷ということで、まあ、この多分内側だと思うんですけども、今季絶望という、まあ、投手としてはですよね。びっくりしたのは1試合目にそういう交代をしたんで2試合目に、まあ、今日ダブルヘッダーだったんで2試合目にどうだったかなっていうふうに思ったら2試合目2番 DH で先発出場しました。内容はですね5打数1安打だったんですけども、まあ、その試合も完了したという、まあ、全ての打席に立てたということなんでやっぱ損傷してるんでバット振るっていうことは、まあ、ある程度の負荷はかかるんで、まあ、大丈夫かなっていうふうには思いますけども2試合目にその DH2 番、5打数1安打でしたけども打席に立てたということは今後も打席に立ってくるのかなっていうふうには思います。さあ投手を今季はもうやらないんだけどバッティングはやる打席には立てるそうなってくると練習も全てシフトチェンジというか両方やらなくてもバッティングに専念できるわけですよね。ということは現在今3割飛んで今日終わった時点で3割飛んで4厘これが今アメリカンリーグの3位につけてます。でトップの選手は3割2分9厘、ちょっとありますよね。ちょっとあるんですが打率というのはやっぱ下がっても来るし上げてもいけるということから考えるとまだまだ諦める数字ではないし3割2分9厘まで上げるって言ったら相当打たなきゃいけないと思うんですけどもこの数字が3割1分台3割1分9厘とか3割1分8厘ぐらいに上がっていくと大谷選手がバッティングに専念した場合では可能性は全くなくはないというね。でホームラン、まあ、44本今日打って44本になりましたけども、これはもう1位で、まあ、2位との差が相当あるんで、まあ、ここら辺は取れるかなというふうに考えて、まあ、打点91打点、今トップが95打点にいます。これが3位につけてます。で4打点差これは何としてもひっくり返して取ってほしいなっていうふうに思ってますしバッティングで専念した場合にはっていうことを考えると十分可能性もあるしそれだけの体力を温存してますからそれだけの出力を打席でも出せるということを考えるとそうですね、まあ、可能性は十分あると。ただ打順を2番だと前に置いてるランナーたちがどうなのか下位から1番に回ってきて大谷ですからそれよりは 1,2 番に出塁率のいいバッターを置いて3番に座るようなことがあると打点も十分チャンスがあるかなっていうふうに思ってます。それでじゃあ三冠王のチャンスは怪我の功名といったらもうちょっと本当に変な言い方かもわかりませんけどもバッティングに専念した場合にはやっぱ三冠王のこのチャンスが生まれてくるんじゃないかなというね。まあピッチングでは10勝してエンジェルスの中では大黒柱なんですけどもバッターに専念した時に、まあ、三冠王の目はなくはないよっていうようなそんな感じが、出てきましたね。非常に責任感も強いですし2試合目に、まあ、競技の結果自分が強行で出るっていうことをもう進言したらしいんですけどもそういうことにはもう本当にプロフェッショナルを感じるというように、まあ、監督もですね、まあ、言っててそういう心意気があるんであればなんか三冠を取らせてあげたいなっていうようなまあそんな気持ちになります。それと遠征用のバック、まあこれから遠征に出るわけですけどもその中に大谷選手がもうピッチャーとしての今季、投げないっていうのが分かってながらしっかり投手用のグローブをしっかり入れてたと。ですからまあここら辺はですねやっぱ大谷の持ってる戦う姿勢というかそういうのがですね非常に現れてるというもう今季、まあ、投手としては今季絶望ということであればなんかこうグローブを持ってると投げたくなるとかそうなんじゃなくてやっぱこう戦闘意欲が常に
彼はあるということが、まあ、この話を聞いてもですね、多分わかると思うんですよね。まあ本当にキャッチボールすら多分しないとは思うんですけども、やっぱそれを見ることによってなんかこう戦う気持ちが湧き上がってくると言いますかね。まあそういうことを考えると、本当にあの怪我って怖いんですけども、でも怪我をしてなおも、そういう戦うスプリットが失われてないというところにですね、まあ大谷のこう価値があるんじゃないかなという感じがします。まあ損傷程度で断裂だとまた困るんですけども、まあ、損傷で、まあ、正しい診断結果っていうのがまだ届いてはいませんけども、まあ、軽症であってほしいなっていうふうには思いますけどもね、おそらく、まあ、大谷も肘の手術をしたことがあるでしょうし、そういうところの損傷軽く終わってくれればですねいいのと、打席に立つことによってその 損傷が非常に悪化するんであれば無理はしてほしくないですけども、まあ彼の持ってる、まあ、気持ちがあればですね、なん か怪我をしてでもですね、なんか今シーズンを全うしそうな、そんなこっちが勝手に心配してるだけの話なんですけども、なんかそんな感じがします。ただそうやって強行出場するからにはですね、なんとかこう、まあ1冠は決まりですけど、まあ、2冠できれば3冠っていうところまでですね行ってくれないかなっていう、まあ楽しみではあります。バッターに専念をするということですから、そういう意味ではやっぱこの数字は50本超えてほしいなって思いますし、これはもう100打点以上はまあおそらく行くでしょうし、3割飛んで4厘もですね3割1分台にガーンと上げてですね、トップの3割2分9厘の選手を脅かすようなですね、脅かしまた抜いていくような、そんな活躍が期待されます。ただ怪我をしてですね期待をするっていう選手っていうのは大谷でしかいないと思うんですけども、まあ怪我の箇所をですね本当に大切にしながら打席に立ってもらいたいですし、まだ将来があるんで、まあ、本当にダメだという時は無理をしないように、まあ、してもらいたいなっていうふうに思います。まあ日本の宝でもありますし、おそらく今となってはメジャーの宝にもなってるっていうような選手ですので、まあ、そこら辺はですね怪我と相談しながら無理をせずですね頑張ってほしいと、で出るからには三冠王の目指してほしいと、いうふうに思います。まあとにかく遠征用のバッグにはニューバランスのグラブが入ってたというね、まあそういう話を聞いてなんかこうジーンときましたけども、まあ本当に怪我をしてね、なお戦う姿勢を失ってないっていうことはすごく頼もしいですけども、本当に大事にしてですね、頑張ってほしいと思います。速報でした。